ベルサイユ宮殿内のショートリアノン宮殿にある愛の神殿。マリー・アントワネットのために建設されたグロードウェイ・タワー・フランスのコニャックの英国式庭園にあるゴシック風のホリー・ホリーとは西洋の庭園などに見られる装飾用の建物で通常の建築のように居住や雨風をしのぐといった用途が全くないものを指す。18世紀のイギリス式庭園や フランス式庭園にはしばしば古典古代の美徳や理想を象徴するローマ建築の神殿や廃墟が設けられた。ロマン主義や異国趣味が広がった18世紀には他にも中国風の寺院、古代エジプトのピラミッド、廃墟と化した修道院、タタール人の天幕など様々な文明の象徴物を模したフォリーが建てられた。園の美徳を象徴するため、質素な水車、 田舎屋などを建てた例も見られる。フェイヒーは、英語では、通常、愚行などを意味するが、これは悪意を込めた用法ではなく、陽気なタワー群れから使用されている。庭園や公園内の自由な建物という意味から派生した用法として、公園のビジターセンターから少し離れた林の奥などにある観察会などのプログラム活動やグループごとの 自主研究などの拠点となる施設という意味にも用いられる。ドイツのドレスデン近郊のピルニッツ城付近に作られた、イギリスのホリーなどの影響を受け、世の儚さを表すために作られたホリーの概念は、幾分曖昧なところがあるが、一般的に以下のような特徴を持っている。ベルサイユ宮殿内の離宮、ショートリアノン宮殿には、農家に見立てたホリーが立ち並ぶ。 農村に見立てた、小集落、ルアモードラレーヌがあるホリーは、空想を働かせた、奇抜な建築物、実用的でない建築物と同じくくりに入れられる、こともあり、ある種の住宅や宮殿などの建築物が、ホリーにみなされることもある。しかし、以下の建物は、ホリーと関連性を持つものの、ホリーとは区別されるべきものである。ロンドンの旧ガーデンの中国風、 パゴダホリーは16世紀末から17世紀にかけて大邸宅などの庭園の装飾要素として導入されたが18世紀から19世紀にかけて全世紀を迎えた。ルネサンス期のイタリア貴族の大邸宅やフランスやイギリスの貴族が郊外に築いた邸宅の中にはローマ時代のビラや中世の修道院など 放置されていた絵画的な廃墟を取り込んで造園するものがあったが、こうした廃墟が敷地内にない場合は、わざと廃墟を庭園内に新築することがあった。こうした構造物は、庭園を発注した貴族らや庭園を設計した建築家にちなんで、誰々のホリーと呼ばれた。しかしホリーは、完全に実用的目的なしで建てられたものばかりでも、なく、ブロードウェイタワーなどのように、 元は、古城などの外観をした、修猟のための塔であったものが、後に目的を失って、ホリーと化したものもある。北フランスのアーマナンビルにあるジャンジャックルソー公園の、哲学の神殿マリノカジノホリーは18世紀の、イギリス式庭園やフランス式庭園の重要な、要素であった。古代、ローマや古代イギリシア風の神殿、ゴシック建築の修道院の廃墟、エジプト式のピラミッド、 戦死時代のドルメンのほか、フランスでは、田舎屋や水車などの田園風景を思わせるホリーが建てられた。また、クロードロランやユベール・ラベールなどの風景がにめられる古典主義的な廃墟を再現したホリーも建てられた。これらのホリーは、庭の眺望の要点となるだけでなく、古代、ローマや素朴な田園生活など、失われた時代の美徳を象徴する、思索的意味も持っていた。 例えば北フランスのアーマナンビルにある哲学の神殿と題されたホリーは建設中のローマ神殿を模しているが、これは知識とは決して完成しないことを示していた。一方でイギリスのストーにある近代の美徳の神殿は崩壊した状態であるが、これは近代の道徳の大敗を表していた。こうした施策や干渉の目的からホリーを置くに留まらず、 わざと忍者に模した人物を雇って、庭園忍者として、庭園内に住まわせることも行われた。18世紀後半以後、ロマン主義やピクチャリスクの概念の勃興とともに、廃墟風のホリーが成功した。一方で18世紀末から19世紀には、ホリーはより異国的になり、中国の仏塔や日本の橋などを模したものも現れる。1845年から1849年に、 かけてアイルランドを襲ったジャガイモ飢饉の際にもホリーが建てられた。多くの人々が緊急にあえいでいたが、当時の社会には労働への対価ではない、施しは人々を思い謝らせるという観念があった。一方で役立つ建築物や土木事業のために緊急する人々を雇うとすでに土木や建築に従事している人々の仕事を奪う恐れがあった。 そこで、ホリーを建設して貧窮する人々を雇うという計画が各地で生まれた。この時、アイルランド各地に築かれたホリーの中には、何もない場所に作られた道路、沼の中に作られた桟橋などといったものもあった。20世紀後半以降にも、公共の公園などに現代建築家や現代美術家らによりホリーは建てられている。ベルナール・チュミの設計したラビレット公園でも、 園内に規則正しく建てられた赤、青、黄色のフォリーは重要な要素になっている。1990年の国際下と緑の博覧会では、コープ・ヒンメル・ブラウ、ダニエル・リベスキンド、ザ・ハ・ハディドなど13人の当時の気営の建築家が手がけたフォリーが展示された。ありがとうございます。